この動画では画像診断に必要な脳室の解剖について見ていきます。脳には外部からの衝撃から脳を守る脳脊髄液が循環していますが、脳脊髄液の経路としては大雑把に脳室とくも膜下腔があります。今回はその中で特に脳室についてピックアップし、まず脳脊髄液の基本と経路について確認し、 3D で脳室の構造について確認します。さらに我々はスライスした画像で撮影や診断をしていきますので、 3D のイメージと横断像、環状断、視状断を結びつけるという作業をしていきたいと思います。キーワードについてはこれらについて説明していきますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。まず脳脊髄液の基本についてまとめていきたいと思います。脳脊髄液はセレブロスパイナルフルイド、よく CSF と言われます。脳室とくも膜下腔にある無色透明な液体です。脈絡層という部分で作られ、くも膜下流から上視上静脈洞と言われる静脈に排出されます。脳脊髄液の役割として一番わかりやすいのはスーパーに売ってある豆腐です。スーパーに売っている豆腐は水に満たされたパックに入れられていると思いますが、それによって外部の衝撃から守られ形が崩れるのを防いでいると思います。脳脊髄液も同じで、脳を浮かすことによって外部から脳を保護する役割をしています。また浮力によって浮いているため血管や神経が潰れるのを防いだり、電解質や化学濃度を正常範囲に保つ代謝のような役割もしています。脳脊髄液は1日に約 500ml 作られると言われていますが、この循環している脳脊髄液は約 130ml 程度ですので、1日に約 3,4 回交換されることになります。また脳脊髄液の経路についてですが、脳の中には4つの部屋があります。側脳室、第3脳室、第4脳室です。後で説明しますが、側脳室は左右1対あるため、ここが第1、第2、そして第3、第4の部屋というイメージです。側脳室から第3脳室、第4脳室、そしてくも膜下腔と一部は脊髄の中心管を循環し、このくも膜下流から上視上静脈洞へと排泄されるという経路をとっています。それでは脳室の解剖をこのような 3D 画像を使って確認していきたいと思います。脳室は大きく分けて、このひらがなの2の形をしている側脳室、そしてこの部分の第3脳室、この部分の第4脳室から構成されています。まず側脳室から見てみると、側脳室に関してはこの正面から見た図から分かるように左右1対あり、このように対称となっているというのが特徴的です。そしてそれぞれの部分に解剖的な名称があり、前頭葉方向のこの前側の部分を前角、後頭葉方向に伸びるこの部分を後角、側頭葉方向に伸びるこの部分を下角と言います。そして、この前角の後ろ側にあるこの太い部分を体部と言います。また、側脳室のこの体部と後角、下角はこの部分で一つに交わるわけですが、この部分を側脳室の三角部と言います。この側脳室にある脳脊髄液ですけれども、この細い連絡通路から、この部屋、第3脳室に至ります。そして、この側脳室と第3脳室を結びつける連絡通路のことを、室間孔、もしくは門廊孔と言います。第3脳室に至った脳脊髄液は、またこの細い経路を通ってこの第4脳室に達します。第3脳室と第4脳室を結びつけるこの連絡通路のことを中脳水道と言います。そして今度はこの第4脳室に至った脳脊髄液ですが、ここからくも膜下腔に排泄されるわけですけれども、このようなまっすぐな経路から排泄されるのと外側から排泄される経路があります。このようにまっすぐの経路から排泄される経路のことを第4脳室の正中孔、もしくはマジャンディ孔と言います。外側から排泄される経路のことを外側孔、もしくはルシュカ孔と言います。ここまで脳脊髄液の経路や解剖についてまとめると、まず脳脊髄液は脈絡層という部分から作られるわけですが、脈絡層は側脳室、第3脳室、第4脳室いずれにもあります。例えば側脳室の脈絡層で作られた脳脊髄液は、側脳室からこの室間孔、門廊孔を経由し第3脳室に達します。そして第3脳室から
この中脳水道を経由し第四脳室に、そして第四脳室からまっすぐの経路と外側からの経路からくも膜下腔に排泄されるわけですが、まっすぐの経路、正中孔のことをマジャンディ孔、外側の経路、外側孔のことをリシュカ孔と言います。以上が脳室の大雑把な解剖と脳脊髄液の経路を簡単にまとめさせていただきました。脳脊髄液の経路についてですが、左右一対の側脳室、第三脳室、第四脳室の4つの部屋があります。側脳室と第三脳室を結びつける連絡通路が室間孔、門廊孔、第三脳室と第四脳室を結びつける連絡通路が中脳水道、こちらを別名シリビウス水道とも言われます。そして第四脳室からはまっすぐの出口と外側の出口がありますが、この真ん中の出口を正中孔、マジャンディ孔、外側の出口を外側孔、リシュカ孔と言います。このマジャンディ孔とリシュカ孔は少し覚えづらいと思いますが、英語の頭文字で覚える方法がおすすめで、この正中は英語でミディアン、ミディアンの M とマジャンディの M が対応している、外側は英語でラテラール、ラテラールの L とリシュカの L が対応しているとすると覚えやすいと思います。また側脳室の解剖に関しては、この門廊孔よりも前の前頭葉に伸びる部分を前角、後頭葉に伸びるこの後ろ側の部分を後角、側頭葉の内側に向かってこの前下方に向かって伸びる部分を下角と言います。また後で横断像で示しますが、門廊孔の後ろ側から視床の後ろ側までの部分を体部、そして側脳室の体部、後角、下角が三方向から合流し、少し広くなった部分を三角部と言います。それでは、このチャンネルは画像診断に関わる医療従事者向けのチャンネルですので、CT の画像を使って脳脊髄液の経路について確認していきたいと思います。こちら、脳実質とそれよりも低信号の水信号を持つこの部分がありますが、この部分が脳脊髄液となり、左右一対ある側脳室が病室されています。この側脳室の解剖について見てみると、この部分で前側に尖っている部分がありますが、こちらが側脳室の前角、この部分で後ろ側に尖っている部分がありますが、こちらが後角、さらにこの部分から側頭葉の部分に伸びていますが、こちらが下角ということになります。また側脳室からこの真ん中にあるこの構造物が第三脳室ということになるわけですけれども、側脳室から第三脳室に至るこの連絡通路、この部分を門廊孔と言います。門廊孔の部分とこの視床の部分ですね、視床の後ろ側までのこの範囲、この範囲のこの部分を側脳室の体部と言います。また側脳室の体部、後角、下角が交わるこの部分を三角部と言います。さらに下のスライスに行くと、門廊孔から第三脳室となり、さらに下に行くとこの部分に第四脳室がありますが、第四脳室は真ん中側の出口であるマジャンディ孔、外側の出口であるルシュカ孔があります。そこからくも膜下腔へと移行していくというのが脳脊髄液の経路です。続いて感情団で見ていきます。左右一対ある側脳室と第三脳室、第四脳室が4つの部屋となっているわけですが、側脳室に関しては前側から後ろ側にスクロールしていくと、こちらが前角、体部、三角部、後角、さらに前に戻るとこの部分に下角が見受けられます。そしてこの部分に側脳室と第三脳室を結びつける門廊孔という連絡通路、さらに第三脳室と第四脳室を結びつける中脳水道がこの部分にあります。第四脳室からは正中孔と外側孔がありますが、正中孔がマジャンディ孔、外側孔がルシュカ孔という名称でした。続いて視上段を見ていきますが、視上段では側脳室のこのひらがなの通のような形と正中にある構造物が分かりやすいです。正中の断面では側脳室とその下にある第三脳室、そして中脳とこの上級と下級の間にあるこの部分ですね、この部分が中脳水道の連絡通路、そして第四脳室に至ります。第四脳室でも正中の出口であるマジャンディ孔がこの部分で分かりやすいです。
それでは今回の動画についてまとめていきたいと思います。今回は脳脊髄液の経路のうち脳室について詳しく見ていきました。脳室には4つの部屋があり、左右一対の側脳室、第3脳室、第4脳室がありました。側脳室に関しては、前核、体部、広角、下角、そして体部、広角、下角が交わる三角部がありました。連絡通路としては、側脳室と第3脳室を結びつける門廊口、第3脳室と第4脳室を結びつける中脳水道、第4脳室については正中のマジャンディー孔と外側のルシカ孔がありました。これらをまず 3D でイメージできるようになり、さらに我々は断層像で画像を見ていきますので、これらから横断像、環状断、四乗断でそれぞれの構造物を判断できるように練習していくことが重要だと考えます。以上が今回の動画のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。